しかしこの隠れ家がバレるのは絶対に阻止しなくては。わかってるってくどいな。任すといてくれ。よし、今言った手順を最初から繰り返していってみて。あ？買い物が済んだらワイン畑をぐるぐる回って。違うだろ、ふざけてるんじゃないぞ。もう一遍最初から言ってみろ。ぐるぐる目を回さないように運転してぎー。なんなんだよ。ちょっと暴きよ。風呂につつかないように言ってよ。僕はやっぱりこいつに買い物行かせんのは心配です。